ございます。はいはい了解。6番のテーブル、デザートまだ来てないみたいだよ。氷室の中だよね。僕、取ってくるよ。す、二人とも大したことしてないから。にしてもちょっと前まではお客、原因は多分壊れた区画を修復、トレイユを。なんか嫌だな、私たちの知ってる街。心配ないよ姉さん。うん、あの広い土地を新しい居住区画として、僕たちの暮らしてる今の場所はあくまでちゃんと父さんも考えてるんだよ。はーい。いい風、すごく気持ちいい。骨休め、臨時休業、ありかと。過労死、不安。え？ああ、同伴可能？うんうん。了解。おい、ああ、あいつも、そ、俺様がいなくたって、いくらなんでも次はいつ戻ってこられるか。約束がよ、エリカの病気を治、その方法を見つける。だがバカとかクソとかろくで嘘つきって呼ばれる。そうか、つうわけだからよ。あの人の居場所はだからとっと。おうよ。寝るべきかと。睡眠超重要。時間来たら起こしてあげる。今でも時々考える。あの時この場所であなたと出会わなかったら、僕は一体どうなってたんだろうって。何もできずに捕まって泣いていたのかな。それとも涼しげな顔して守護竜になってたのかな。分かっているのは、どっちに転んだとしてもきっとこんな風に毎日楽しい笑顔ではいられなかったってこと。たまたまの偶然だってあなたは笑うけど、必然だったって僕は信じてる。そう信じたいから感謝してるよ。今もこうして僕を見守ってくれるあなた、そんなあなたとの出会いを与えてくれた先代、二人の親からいっぱいいっぱい愛をもらって、僕は今を生きてる。それはきっとすごく素敵なことなんだ。しばらくだけ僕をここに置いてね。あなたの誇りになれるよう、いつか必ず立派に巣立ってみせるから。